聖書人になりたい、菅野和彦と広見です。ヨハネ福音書、9章と10章を見ていきます。10章に、三宅めの祭りの頃と書かれているんですけれど、文脈を見ると、9章の始めからその10章の終わりまでが、一つの場面として書かれているようです。9章は、生まれた時から目の見えない人を癒す話、 十章は良い牧者の話ですね。うん。五章と六章で、主イエスは、印の奇跡を行って、証しをしてくださいました。七章、八章は、御言葉で、父に使わされたものであるということを証してくださいました。モーセの時代を連想するような内容で、荒野で印と不思議によって導かれて、 カリオに住まわせてくださって、守ってくださったことを思い出しました。そしてその導きは、主イエスが、印と言葉によって、明かししていくうちに、どんどん反対も激しくなっていきました。9章と10章は、その逆らうユダヤ人の指導者たちに明かしする段落ですね。うん。5章、6章、そして7章、8章も、それぞれ、ヨハネ福音書20章31節の、 2つのことで構成されていると分析していましたよね神の子キリストであることを信じそしてその名によって命を受けるという2つでしたね、うん、9章は神の子キリストそして10章は命についてです9章は主イエスキリストが罪人なのか神からの人なのかという論争をしていますねうん 10章の羊飼いの方の例えでは、主イエスの声に従ってついてくる。父と子が一つであるように一つの群れとなる。その牧者の務めを果たすはずのユダヤの指導者たちは、強盗で盗人の偽りの牧者であると訴えます。ではまず9章から見ていきます。目の見えない人が見えるようになるというのは、 暗息の年の印として予言されていますよね。うん。いざや書の42章主のしもべが来て、正義と公正を行ってくださるという箇所に次のようにあります。こうして見えない目を開き、囚人を牢獄から闇の中に住む者たちを極夜から連れ出す。闇に対して光が勝つ。目の見えない人たちは病の中でも虐げられる人の ま、筆頭のようなもので、神明記やレビ記の中にも立法が書かれています。デリジムさんとエバルさんに立って誓う時の言い方にあります。目の見えない人を道に迷わせる者は呪われる。民は皆、アーメンと言いなさい。レビ記には次のようにあります。あなたは耳の聞こえない人を軽んじてはならない。目の見えない人の前につまずく者を置いてはならない。これは、 あなたの隣人をあなた自身のように愛しなさいというレビキ19章の箇所です。この9章で見えない人が闇に打ち勝って目が開かれて見えるようになったのが安息日で、5章の時と同じようにパリサイ人たちが言いがかりをつけます。そして、シュイエスが罪人なのか、いや神から来た人なのかっていう論争があった後にこう言います。 私は裁きのためにこの世に来ました。目の見えないものが見えるようになり、見えるものが盲目となるためです。先ほど読んだイザヤ書の42章の予言の箇所に、次のような続きがあります。耳の聞こえない者たちを聞け、目の見えない者たちを目を凝らしてみよう。あなたは多くを見ながら心を止めない。耳が開いているのに聞こうとしない。 マタイ福音書の二の23章を思い出しますよね。災いなものよ、と、パリサイ人と立法学者を責める箇所ですよね。うん。災いだ、目の見えない者たち、と、何度もこの偽善者たちを裁く箇所ですけれど、エルサレム、エルサレム、預言者たちを殺し、自分に使わされた人たちを石で打つものよ、という箇所ですね。うん。そして、誠に誠にあなた方に告げます、と言って、 10章の羊の羊飼いい話に移っていきます。今度は聞く耳の話ですね。うん。私は良い牧者です。良い牧者は羊のために命を捨てます。という箇所なんですが。神様は民に良い牧者を与えてくださるというのはエゼキエルの34章で言われていることですよね。うん。主の声に聞き従って、一つの群れ、一人の牧者となると、 ヨハネに書かれているのは、私は彼らを牧する一人の牧者、私のしもべ、ダビデを起こすという箇所の引用のようです。そのエゼケールの34章は、災いだ、自分を養っているイスラエルの牧者たちで始まるんですよね。うん。自分の羊の脂肪を食べ、弱った羊を強めず、病気のものを癒さず、傷ついたものを解放せず、 かえって力ずくで、しかも過酷な仕方で彼らを支配した。そして羊は地の前面に散らされます。この福音書の時代の牧者たちは、まさしく、このエゼキエルに書いてあるような牧者だったんですね。うん。祭司たちは、聖なるものを犯し、安息に地をないがしろにして、羊飼いがかえって狼のようになって、人々の血を流し、 魂を滅ぼして自分の利得を貪っています。主の声を聞く羊は、偽りの牧者たちの声を聞かずに、羊の門から入るんですね。うん。荒野の民は、モーセとアロンの手によって、羊の群れのように導かれました。モーセは死ぬ時に、羊飼いのいない羊の群れのようにしないでください。と民のことを願うんですよね。うん。それで、ヌンの子ヨシワが与えられました。 十章はバプテスマのヨハネの証についての言い方で終わります。ヨハネは何も印を行わなかったが、この方についてヨハネが話したことは全て真実であったと言った。そしてその地で多くの人々がイエスを信じた。主イエスの時が来るまで、ヨハネの証から始まって、ずっと印と言葉で証がなされてきましたけれど、 2章で神殿を清める話で始まって、宮清めの祭りの話で終わります。私たちの大牧者が巫子として、神の家を忠実に納められるんですね。うん。憐み深い忠実な大祭司が、いよいよ神の家を建て上げてくださいます。御言葉に生きる聖書人が生まれ増えていきますように。菅野和彦、ひろみでした。